ありがとうございます。ポンキゲンズレディーゴー、にゃんこ大戦争びっくりマンコラボきたー。確定ガチャ引くよ。はい、ということでね、今回はね、にゃんこ大戦争にびっくりマンのコラボが来たということでですね、まあちょっと前からね開催自体はしていたんですけど、こちらですね、はい、びっくりマンコラボガチャ、右下ね、超激レア確定となってますのでね、今回はびっくりマンの確定ガチャの前に、最初はねレアチケ22枚、にゃんこのね2の数字で引きたいと思います。まあ、もしもねこのガチャで本当に運が悪くてね、動画的にも内容が薄かったらですね、プラチナガチャも引きたいと思ってますので、よろしくお願いします。それでは、ゴー。それでは早速ビックリマンコラボガチャレアチケからね引いていきたいと思います。の前にちょっと余談なんですけど、このね、ヘラクライストですね、こちらはね、確定来る前にレアチケ一回回したら出たので、これはねもう一回出たプラスチという形になります。はい、それでは引いていきましょう。ポチッ。あー、レアガチャ、レアガチャでね当たるのはね、前すごかったな、ヘラクライスト当たった時。はーい、今回ね確定ガチャもどうなの、そうなのかな、レアチケと、おー、なりません。これね、トンキ持ってないんすよね。はい、すぐに使う、ありがとうございます。そう、前回のねビックリマンコラボ多分2020年なんですけど、あれからもう4年って、ね、早いよね、時が経つのは。はい、陰キャ陽キャし、ありがとう。そう、ビックリマンがね、ビックリマンのこのチョコ、ビックリマンチョコあるんで、ガチャ引いたらもらえるということで嬉しいですね。これも猫缶、今回ね結構貯めたんですけど、あーマッチョいいですね、バーベル。あー、12,884、これね新レジェンドめっちゃ進んだんだよね、これ集めるに伴って。はーい、さあ今のところちょっと幸先不安だけど、そう、まあ今回のガチャね、あのブラックでですね、伝説レアの地域ですね、にゃんこで言うと。使えるので、ちょっと期待してます。まあ、まずはね、レアチケで、様子見て、形なんですが、どうですかね。バーベル多いっすね。どうだ？ちょっとね、不安になってきてますよ。おう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 、まあまあまあ。まあ全然始まったばっかなんですけど、どうでしょう。はい、ということで、まずね、セントフェニックス、あれ欲しいね、ヘッドロココにね、進化できるので、はーい。やばいと、レアチケもう尽きるぞ、あと10連で。まああと10連残ってるってのがね、すごいんだけど、あ、フェンシングですね。ありがとうございます。さあ、ちょっとバチバチの確定演出見たいんだけど。来ない。来ねえ。さあ、まあね、本命は猫缶の方なんで、どうでしょうか。マタドール。マタドール多いんだよな、最近。どうだ？そう、まあちょっと話変わりますが、超猫さえ、ね、やってましたね。その時にね、ちょっとトンキパパさんがね、イザナギという伝説レアのキャラクター当てて、めっちゃ喜んでたんですけど、今日ね、トンキ撮影する前にビックリマン引いてて、めっちゃ大爆死。まあ、新キャラ何体かいたんですけど、何回も被ったっていうね、こともありました。さあ、トンキはどうなるってとこなんですけど、ちょっと、やばくない？いや、まあ確率的にはこんなもんなんだろうけど。さあ、ね、あ、どうだ、ちょっと。そろそろ来てもよくない？サイキック猫、嘘でしょ？もうあと一個なんだ。マジで？まあまあまあ、猫感がありますから。はーい。
ブラックゼウスも欲しいんだけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ猫缶いきますか。さあね、ちょっと俺はチケでトンキの運ね、すごかったでしょ。はーい、ちょっとね不安だったのでこちら、はい、見えますかね、ビックリマンチョコ。これね、トンキ前普通にプライベートでね買いに行ったんですけど、そう、ビックリマンってね、今39周年っていうね、はーい、このね、ビックリマンチョコ、まず開けてね、何のキャラが出るか、ここでまず運試しですね。はい、え、はい、サタンマリア、ありがとうございます。そのサタンマリアパワーを使ってね、衝撃レア確定のガチャ引きたいと思います。いきます、頼みます、ゴー。確定、パチ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 、ないのか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 。そう、最後の多分11回目にね確定枠なんだけど、その前にも出たっていいんだよ別に、トンキーからね。いや、わかんない、今んとこはちょっとひどい。最後にね、レッドロココ当ててやりますよ。うん。まあ、まだ最初なんですけどね。あー、これ嬉しいですね、猫ザイル。いやー、猫人形、最後。おー、ゼントフェニックス。ヘッドロココ。ありがとうございます。マジっすか？予言でしたね、本当に。はい。ありがとうございます。使っていきましょう。で、ビックリマンチョコも11枚ですね。ありがとうございます。さあ、もうね、1回目から当たっちゃったんだけど、まだ全然ね、持ってないキャラもいますので、このまま連続でいきたいと思います。ポチッ！ここでね、バチバチ見たいね。あー、出ない？そういうもん？はい。途中でね、激レアでもいい。アリババかな？おー、ネロ欲しい。嬉しいんだけどね。アリババ持ってないから欲しいです。うん、ちょっと。よし、次かな、確定。はい！あ、違う。これ？違う。うん、これですね。おー！ありがとうございます。これね、まあ、確定の前、動画撮影前に当たったんですけど、これプラスチ。ついたことによって、ありがとうございます。これ進化させてないね、そういえば。レベル50にして、そのまんまでしたね。あいつ、このままね、勢い、波に乗っていきたいと思います。まだ猫缶1万も余ってるっていうね。はい。お願いします。ブラックゼウスも欲しいな。途中でコラボキャラ、衝撃来てないね。ビックリマンのキャラね。これなんだい？確定に全部運いった感じかな。陰キャ陽キャし、嘘だろ。あとバーベル多いな今回。マジこれ確定以外出ないですかね。さあ、ちょっと数えてなかったね、やばいな。次かな多分。はい、おー、持ってない、ありがとうございます。スーパーレビルってことで、これね、セントフェニックスの横なんだね。はい、ありがとうございます。今んとこかなりね、順調ですね。あと、トンキ持ってないので言うと、スーパーゼウス、サタンマリア。サタンマリアね。と、シャーマンカーン。天空神、スーパーゼウス。これ、新キャラですよね、今回。伝説、レアキャラクターのブラックゼウス。当てたいね。当てたいね。うん。じゃあ、行きます。衝撃レア確定。まあもうね、ポンポン引いていきましょう。ずっとね、待ってたんで。はい。さあ、どうかな？途中に来たっていいじゃん。ねえ。おっと、アリババ、ありがとうございます。持ってなかった。こんな感じなんだよね。はーい。猫人形。マジ途中で衝撃っていう概念はないのかい？多分次だよね。サタンマリア。来い！おー、スーパーゼウス！ありがとうございます。スーパーゼウスとかってなんか確かね、本能来たんだよね。
スーパーゼウス、ありがとうございます。結構来てるね。ありがとうございます。これ闇ももらえてんだよね、キャッツアイ闇。ありがとうございます。どうします？お兄さんが企画の前に聞いていない？じゃああと10年それではね、もうこのチャンスを二度と逃すわけにはいかないってことで、あと1回ね、11回ガチャ引きたいと思います。ポチッ。これやばいなぁ。バチバチ来ない。アーチャー、ぼやげちゃった。はい、海賊とか厳しいって。これはさすがに、まあね、今回の天空神のにゃんこと、にゃんことのコラボのゼウスも欲しいけど、これちょっとやばいんじゃないの？え、次？シャーマンカーン！シャーマンカーン！ありがとうございます。まあ、ニューなんでね、いいんですけど、トンキパパさんのね、端末で。死ぬほど出てた気がします。ありがとうございます。ちょっと今ゲットしたキャラ見てみますか。超激レアどこにいんだ。今いたな、ここら辺ですね。はい、今回で一気にもスーパーゼウス、セントフェニックス、スーパーレビル、シャーマンカーン当たりました。ありがとうございます。ちょっとね、セントフェニックス進化したいな。素材これ何必要？足りる足りる。ヘッドロココにしましょう、早速。ね。一気に。はい。それではヘッドロココに。進化！ありがとうございます。来ましたね。ありがとうございます。ヘッドロココ来ました。どこだ？今あったな。ニューニュー。これか。はい、ありがとうございます。スーパーゼウスと、はい、ドロココ。いいですね。ちょっと、攻撃の瞬間、見ていきましょう。さあ、来るぞ。シキーンってね。はい、いいですね、こちら。動きを止める、妨害やなのかな、これも。うん。で、スーパーレビル。と、シャーマンカーンですね。はい、ありがとうございます。ヘラクライストもね、本当は進化させようと思ったんですけど、ヘッドロゴの素材とね、被ってたので、って感じでしたね。それでは、ここら辺で終わりの前に！ちょっとね、こっちも引こう。うん、初回限定の1回ガチャ。はい、どうだ？まあそうですね。ありがとうございました。はい。ということでね。まあ、ビックリマンのコラボガチャは、トンキラね、一回ここら辺でストップするんですが、はい。最初にも言った通りね、プラチナガチャ。はい。ちょっとブラックゼスがね、当たんなかった。ペナリティとして。ペナリティってちょっと意味わかんないけど。はい。超激レアの限定ガチャ、プラチナガチャでね、最後一回、かな？うん。運試しで、黒炎を見せつけてあります。ってことで行きましょう。まあね、ララ言ってても、あれなんで。まあこういうのはね、男だと思って、こっちだよ。黒炎ですね。はい、ありがとうございます。黒炎なんですね。びっくりした。ありがとうございます。服部半蔵じゃないですか。これね、マジでカーバちゃんで使える。あ、これプラスしなかったんだ。はい。トンキノンはね、こんな感じでした。ここら辺で、今回の動画を終わりたいと思います。いやー、トンキよくヘッドのここ当てたね。すごいよって、もし思った方、グッド評価、チャンネル登録、X、LINE スタンプ、Instagram、トンキーゲームズのこだわりもよろしくお願いします。それでは
次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。